5です、5です、はい、こちらの、はい、この黄色くなっているところが、ところが新疆ウイグル自治区ですね、はい、まあ、ちょっとこの場所も一回ちょっと押さえておいていただいて、はい、それであの、まずですね、ちょっとその飯山さんにお話を伺う前に最初のニュースで、はい、この新疆ウイグル自治区にある新疆生産建設兵団という組織ありますね、ここの幹部2人を独自の制裁対象に追加したと、はい、これは画期的なことですよ。もうね、このウイグル問題を語る上でこの新疆建設、生産建設兵団というのはもう欠かせないキーワードなんですね。というのはまあ、この新疆ウイグル自治区というのはさっき見ていただいたように、北京とか、まあ、つまり中国の本来のテリトリーから相当遠いわけですよ、はい、で昔からここにその、まあ、漢人がですね、漢民族が行っていたんです。ただし、まあ、それは多くは軍人、人民解放軍の軍人なんですけれども、はい、中国の場合、その人民解放軍がどんどんいろんなところに行きますね、はい、でその行った先で の、 その食い縁というのは、自分たちで稼げという方式なんですよ。でこのですから、その新疆生産建設兵団というのがですね、要するにその自分たちの食い縁を稼ぐと同時に、はい、つまりウイグル人からいろんな搾取をすると、で同時に弾圧をするという部隊なんです。でこの建設兵団となっているから何か建設してくれるのかと思いきや、それはもう中国人のためのじゃあ中国人のためのいろんなものを作る、あるいは搾取をする、で同時に軍ですからね、要するにその弾圧そのものもするということで、はい、もうウイグル人が忌み嫌う組織なんです。ただこれがだんだんですね、この建設兵団が大きくなっていって、そしていろんなものを作ってるんですよ、で一時期10年ぐらい前はですね、日本の某ビールメーカーが、はい、そういう組織だということを知らないで、この建設兵団の、まあ、これ一つのこのコンツェルンみたいになってるんですけど、建設兵団の中の一つの会社からビールの原料を買っていたという事実が発覚して、でこれ結構その糾弾されてですね、その取引をやめたっていうような経緯もあったんですね。ですからその日本企業が知らず知らずに、実はこの建設兵団系の企業と取引してたっていう事実は、最近もね、サプライチェーンにそのウイグル人の、まあ、あれは新疆ウイグル自治区ではなくて中国の中の方ですけれどもね、強制労働に関わってる工場から物をその仕入れているんじゃないかっていうようなレポートが出て、で日本の企業にもね、在日ウイグル人が質問状を出してましたけれども、まあ、この建設兵団というのはそういう歴史のあるところなんです。ですからここを制裁対象に事実上したというのは、もうアメリカは完全にウイグル問題を、そのアメリカの政治的課題として、もう中国をこれで締め上げるということをはっきり、まあ、表明したと、まあ、今までも表明してるんですけれども、これ本当に実働部隊なので、ウイグル人の弾圧、あるいはそのウイグル人からの搾取の実動部隊を潰すと、こういうことですね。最も戦闘に立って迫害するというね、はい、それでちょっと飯山さんに伺いたいんですけど、飯山さん、この、まあ、ウイグル問題というのは、まあ、イスラム教徒、ウイグル人は多くがイスラム教徒ですけれども、これは今までどんなふうにこうご覧になってたんですか、この弾圧っていうことに関しては。私自身はですね、まあ、そのなんていうんですか、私自身がどう思うっていうのは、まあ、割とどうでもいい話だと思うんですけど、イスラム教徒が、その、ウイグル人問題をどう捉えるかっていうのはやっぱりずっと興味があって、まあ、ずっと見てきてはいたんですが、まあ、明らかにですね、ウイグル人の問題には関与していかないんです、イスラム教徒は。イスラム教徒というか、はい、イスラム諸国ですね、個人というよりは諸国ですね、全然関与していかないと。ちょっとすいません、お話を大変すぎなんですけどちょっと外がですね、スタジオの外が暫時大変なことになってまして、ちょっとタイムラグを置かせていただきましょうか、ね、大変恐縮です、すいません、ちょっとだけお待ちください。この日はどうしてもこういうことになってしまうんですかね。本当ですよね、よろしいですかね、はい、はい、飯山さん大変失礼いたしました。そう、はい、どうぞお話の続きを、話を戻ってもらいます、はい、イスラム諸国はなんで、そのウイグル
人の問題っていうのに絶対関与していかないのかなっていうのはずっと考えてきた問題ではあったということですね。これでそのキーワードがちょっとあるんですけれどもね、はい、金と人権、うんこの、はい、要するにイスラム諸国と言われる、まあ、特に中東なんかに多い国々が、まあ、ウイグル問題に対して、まあ、私たちからすると結構冷淡だなというふうに思うわけですけれども、それをまあ語るときにこのキーワードで語っていくということでしょうか。はい、うん、そうです。で、私はいろいろ考えていった結果、ええ、考えていろいろ考えて分析してみた結果、うん、これだということに自分の中で落ち着いたんですね、うん、でキーワードは2つだと、うん、で金はまあ分かりやすいですね、うんうんまあ、中国の金に目がくらんでいると、はい、イスラム諸国は、うん、だからウイグル人の問題には関与しないんだと、うんうん、でもう一つは人権だと、うん、で、まあ、金に関してはですね、うんまあ、中国っていうのは、まあそのまあ、2013年から、まあ、一帯一路っていう、はい、その外交政策を出してきていると、うんでそのまあ、世界中にこうインフラにこう投資をしてそうすることによって中国から世界に通じるこの陸路とその海路っていうのを、うん、建設していくとでそれにあおいてはですねその中国だけではなくてその中国がインフラ投資をする国にとっても利益が出ると、うん、これはウィンウィンの経済的なウィンウィンな関係なんだというのを売りにしてですね、一帯一路っていうのを進めてきたとでイスラム諸国っていうのはその一帯一路の中にこうがっつりこう組み込まれているわけですね、でイスラム諸国としては、まあ、中国はまあ、すごい気前がいいと、うん、お金をどんどん出してくれるとで例えば道路を作りましょうとか、まあ、空港を作りましょうとか港を建設しましょうとか工場を作りましょうといってお金も出してくれると、はい、で非常に安くお金を貸し付けてくれると、はい、で中東諸国としては、まあ、非常にこうありがたいと、うん、ということで、まあ、その中国から その投資をどんどん受け入れてきた結果意味があると、で要するにですねウイグル問題というものに関与して中国とのそういった経済的な関係を失うことを、まあ、イスラム諸国は非常に恐れているわけですね、うん、だから基本的にはウイグル問題は関与しないと関与しないどころかですね、いや中国が、まあ、新疆でやってることはいいことだよっていうふうに積極的に擁護すらしてるわけですね。恐ろしい人たち。でもう一つはですね、うん、人権ですね、うん、この人権って何かっていうとですね、まあ、このウイグル問題っていうのは、うんまあ、簡単に言えば人権問題ですよね。そうですね。アメリカも言っていますけれどもウイグル人が中国当局によって人権侵害を受けているというそういう問題ですよね、うんうん、でじゃあ一方イスラム諸国どうだというふうに、うん、振り返ってみるとですねイスラム諸国はですね非常にたくさんの人権問題を抱えている国々なんですね。そうですね。で例えば中国って非常に死刑執行数が多いことで知られていて、はいまあ、どれぐらい死刑執行してるのか全然分かんないけど多分1年に何千件執行してるというふうに、うんまあ、人権団体とかは報告していると、で世界で一番死刑執行数が多いと、うん、でそれじゃあ2番目3番目4番目どこだっていうふうに考えていくとですね、うん、イランとかですねサウジとか、イラクとかエジプトとか、まあ、ずらっとイスラム諸国が続くわけですね。これを見ていくとですね今挙げた4カ国それ一帯一路で中国とそのなんか経済パートナーシップ協定というのを結んでですね非常に緊密に付き合いをしているんですね。で例えばですね他にも女性の人権とかですね、うん、子どもの人権とかですねあとはその LGBT ですねその性的マイノリティの人権とかそういったものがイスラム諸国では非常に侵されているというふうにですね欧米諸国とかあとは人権団体から非常に糾弾されている問題が非常にたくさんあるんですね。でイスラム諸国っていうのは要はその中国との共通点はですねその人権問題っていうのに関してそのまあ欧米の自由諸国自由主義諸国から非常に糾弾されている国であるっていうそういう共通点があると。なるほど。同じ国なんですね。そうなんですよ、うん、でそうするとですね、うん、例えばアメリカはですね
例えばエジプトにですね非常に多額の軍事支援をしているんですね、うん、でもところがですね例えばオバマ政権の時に一時期その軍事支援をですねいきなり止めたんですね、うんうん、でそれは何でかっていうとエジプトで、クーデターというか革命が起こったんですけど、うん、それをあのオバマ政権は人権侵害だというふうに見なしたわけですね、うんうんうん、だからお前のエジプトは人権侵害国家だからもう人権侵害国家にもう軍事支援とか上げられないとか言っていきなり軍事支援がストップされたことがあるとなるほど、ね、そういうふうにやってですねあのアメリカとか欧米諸国っていうのはなんか支援とか、うん、あと武器を売るっていうことをですね必ずその人権と結びつけて、うん、あの考えていくところがあるわけですね、うんところが中国はですね、はいうん、あの例えばそのインフラに投資をするにしても、うん、武器を売るにしても、うん、そのイスラム諸国の内政とかですねその人権問題とかそういうことを一切口にしないんですねなんか気前が良くて口出ししないっていうなんかそういうなんかすごいまあなんかパパみたいな感じですね、だから、あのイスラム諸国にとっては非常にこう付き合いやすいと、うん、パトロンですねこのだからあれですね、このキーワードで金か人権かではなくて金と人権両方で利害が一致してるってこういうことなんですね。そうです。じゃないかなっていうふうに私は考えてます、ね。なるほどね。つまり金が欲しいから人権でその目をつぶってるんじゃなくって、彼ら自身も同じように人権問題を要するに欧米諸国にカードに使われていることを忌々しいと思ってるわけですね。そうですね。なるほど。だから同族ってことなんです。その意味ではね。あのなんか参考までにですね、その金の話なんですけれども、はい、ちょっと一つ資料があるんですが、あのサウジアラビアっていうのはまあ石油を売っている国ですけれども、はい、この石油をまあ商って、売っているうちに中国がどのぐらい買ってるのか、つまり中国がどのぐらいサウジのお客さんなんだろうという話なんですけど、これ2019年ですかね、サウジアラムコの取引のうち中国が占める割合とありますが、うん、総売上3400億ドルのうちの 12% がこれはやっぱり大きいですよね、中国への原油販売と、だから大のお得意先っていうことだと思うんですけど、それだけじゃなくてもう一つこのニュースがあの3番にあるんですけどね、はい、こういう今、ね、あの飯山さんおっしゃってたような、はい、この援助っていうような参りましょうか、はい、こちらですね、サウジ中国の協力でウラン製鋼施設建設かというアメリカの新聞の報道ですが、こちらも続けて深入りまいりましょう。産経新聞の記事の概要です。アメリカのウォールストリートジャーナルは4日、サウジアラビアがウラン製鋼を製造する施設を中国の協力で建設していたことが分かったと伝えました。施設建設は民生用原子力の開発が目的とみられるものの、サウジアラビアが将来イランやイスラエルに対抗して核兵器開発に踏み切る恐れもあり、欧米諸国は警戒を強めています。サウジのムハンマド・ビン・サルマン皇太子は2018年、イランが核兵器を開発したらサウジも可能な限り早期に後を追うと発言していて、ウラン製鋼製造施設の存在が明るみに出たことで、アメリカ議会やイスラエルがサウジによる核保有の意図に関し疑念を深めるのは確実とみられています。これに対しサウジのエネルギー省はウラン製鋼製造施設の建設を全面的に否定すると主張する一方、ウランを含む鉱物の採掘はサウジの経済多角化戦略の重要な一角を担うと強調したということですとなっております。あの飯山さん、このサウジというのもなんかこの近年ものすごいなんかこう変化をしてるっていうふうに私たち受け取ってるんですね。っていうのはもともとサウジというのはもう本当に、まあ、アメリカべったりっていうか、もっと言えばアメリカの傀儡ぐらいな親米国家だったっていうイメージなんですけど、やっぱ近年この中国との接近というのがものすごく顕著で、それでその、まあ、この、ムハンマド・ビン・サルマン皇太子というのも少し前まではなんかニューヨーク・タイムズが持ち上げたりしてたんですけれども、なんか最近ちょっとこうとんでもない人だみたいな雰囲気になってきて、ここまで中国がこのサウジに入り込んで接近してるっていうのは一体なんでこんなことになっちゃったんでしょうかっていうところがまず疑問なんですけれども、やっぱり石油が大きいと思うんですよね、うん、なぜかというとあのアメリカはですね、あのシェール革命の前までは世界で一番、うん、
石油をたくさん買っている国だったんです ね、うんうん、ところがアメリカは、うん、もう石油は買わなくてよくなっちゃってくるっていうか、うんうん、アメリカ自体が原油の生産国にこうなっちゃったと、うん、そうですね。そしたらじゃあこれまで売ってた石油とかどうすると、うん、サウジとかの石油が売れなくなったらもういきなり立ち行かなくなる国なんでどうするってなったわけですね。そしたらそのアメリカに代わって世界で一番石油を買う国になったのが中国だったんですね。で中国がじゃあうち買いますっていうふうにこう名乗りを上げて、あじゃあ買ってくれるんだありがとうというふうに買ってもらったっていうのがまず付き合いが深まる始めですよね。でサウジは最近変わってきたっていうふうになんかおっしゃってましたけど、政治的には、うんやっぱり親米路線であることには変わりはないんですよ今もね。ただその、ええ、経済的な多角化っていうのをやはり目指していて、うん、それはいわゆる脱石油っていう、はい方針を掲げていて、ええ、その経済的な多角化の上で、ええ、一番頼りになるパートナーが中国だというふうに見てるんですね。あなるほど。で中国の側も、うん、経済的に仲良くしましょうって、うん、うちは政治的な野心とか軍事的な野心とか全然ないんです、まあ、いつもお金だけなんですよ、ね、っていうふうに言ってるわけですね、うんうんうん、そうするとサージの側からするとあ そうなんだって、うん、あじゃあもう全然 OK だねっていう私たち欲しいもんと欲しいものお互いに持ってるから仲良くしましょうっていう感じで仲良くしてるっていうのが、うん実態で、まあ、政治的に親米路線っていうのは基本的には変わってないです、うんうん、なるほど。まあ、ただこのウイグル問題に関してはもちろんその人権問題としてですね、まあ、お金もあるしそれから人権についても中国と歩調が同じというようなそのイスラム諸国が全く冷淡だっていうことあるんですけど、もう一つ先ほどやっぱり新疆ウイグル自治区というのは、まあ、中国にとっては西の国境ということもあってですね、その国境接している国々というのも中央アジアの、まあ、イスラム教徒の多い国々なんですけど、まあ、ここら辺りの人たちも要するに中国の金に目がくらんでダメであるとか、あるいはその中東の中でもトルコなんかはウイグル人と民族的に非常に近いんですけれども、トルコもなんかあんまり、そんなに一生懸命じゃないっていう、これもやっぱりお金なんですかね。それとその人権問についてのこの欧米諸国に対してこう嫌気がさしてるみたいな、そういうところなんでしょうかね。そうですね、両方あると思いますね。そのウイグル新疆の近くの、はい、まあ中央アジアの国っていうのは比較的貧しい、うんはい、国々 で、うんでまあ、中国のお金がないと、もう もうたちまち立ち行かなくなるっていうところが、はい、まず基本的には非常に大きいっていうのと、うんまあ、トルコに関してはですね、トルコは歴史を振り返ると、うんまあ、中東諸国の中でほぼ唯一と言っていいぐらいですね、うん、ウイグル人問題について中国に文句を言っていた国なんですね。そうですね、はい、実は、はあ、でそれは何でかっていうと、まあ、ウイグル人とトルコ人っていうのはその民族的なルーツが同じで、はいまあ、いわゆるチュルク族っていうのに属するんですね、うん、で話している言葉も類似していると、ええだから、すみません、ちょっともう一旦もう一回お時間いただいてよろしいですか。本当に今日は特にね、加減にしてほしいわね。井山さんとすみません、たびたび失礼します。大丈夫。これここで、まあ場所が場所ですからね。まあねアメリカ大使館の前ですからね。まあ余談ですけど原爆投下が、ね、戦争犯罪であることには疑いはないですけれども、ああいうことをやっても別に、ね、アメリカ人の反省を促すことも何もできないと思うから、本当にちょっとねもうちょっと方法を考えてほしいと思いますけどね。何かもっと違う方法はないもんですね。ね、本当ですよね。うん、では、はい、よろしいですかね。うん、はい。井山さん、たびたびすいません。話の途中に、はい、はい、恐縮ですが。まあ、歴史的には、まあ、その中国に対して、まあ、ウイグル人の弾圧をやめてくださいとか、あと収容施設を閉鎖してくださいというふうに、まあ、公式に要請していた
国ではあったんですが、トルコですね、はい、去年からですね、うん、急にもうスタンスが変わっちゃってですね、うん、まあ、エルドアン大統領とかも、うん、まあ、中国でウイグル人は幸せに暮らしてるねとか言い始めたりとかしてるわけですよ、うん、そうですね。でそれは何だかっていうと、うん、やはり中国と その経済的な関係が強化されたからなんですね。で特に去年一昨年とですね、トルコはアメリカと の関係が悪化してですね、一つはトルコがですねアメリカ人 の牧師をですね、うん、拘束してたんですね、牧師さんを、うん、でそれをアメリカが解放しろとか言ってもなんかトルコが嫌だとか言ってでそれを理由にしてですねアメリカがトルコに経済制裁をかけたんですね、うんうん、でそういうことがあったり、あと去年はですねトルコがシリアに軍事侵攻したと、はい、それに対してアメリカが制裁をかけたと、うん、でそういう制裁を受けてですねトルコの通貨がものすごい下落してですね、まあ、トルコが非常に経済的な危機に陥ってたのと同時に、うん、中国がトルコの投資を増やしたんですね、うん、で中国はですねこれは別に表には出ないですけど、おそらくお金投資してあげるからもうウイグル人のことを文句言うのやめてって感じになったんだと思うんですね。でも近所にもう去年からもうそのウイグル人の話はもうしなくなったっていうところか、まあ、中国のウイグル人はハッピーだとか言い始めたみたいなそういういきさつがあるということですね。なるほどね。確かにトルコは実はそのウイグル人の難民を受け入れてた国でもあるんですよ、まあ、民族的に兄弟みたいなものですからね、はい、で確か数年前までは東南アジアタイとかに逃れていたウイグル難民が一部トルコに送られてトルコのウイグル人コミュニティが受け入れるというようなことを政治的にも決断してたんですけれども、急にここ 2,3 年本当に中国寄りになってしまって全然ウイグル問題を顧みなくなってしまったんですよね。ですから飯山さんおっしゃるようにもうこれはこの取引の材料に中国が使ったというふうに見るのが正しいんだろうなというふうに思います。ただこれ今後ですけどもそのちょっと見通し暗いですよね。このイスラムの国々がイスラム諸国がじゃあウイグル人のことをやっぱりもうちょっと応援しようとかそういうモードになかなかなりそうもないですね。それはないでしょうね。ない、うん、はい、全然全くないですね。なぜなら、うん、もし応援したければですねすで、はい、に応援してるんですね。例えば、うん、ミャンマーにロヒンギャっていうイスラム教徒がいて、はい、でミャンマーマイナー政府はそのロヒンギャっていうイスラム教徒 その少数民族をですねなんか弾圧してるとか言って、まあ、特に2017年に大きな問題になったことがあったんですけど、はい その時はもうイスラム諸国はもう一斉に集まってですね、うん、ミャンマーに文句を言ってですね、うん、ロヒンギャの弾圧をやめろとか言ってなんか声明を出したりとかしてるわけですね、うん、でイスラムの連帯だとか言ってたわけですけど、うん、ウイグル